天賦サムチャンネル始まりました。よいしょ。天賦サムチャンネル、新原です。どうもしろきです。美しき日本のを守るためにういしー別班ういしー別班だったここに映っちゃいけないじゃん、はい、あんまり。本日は伊勢崎オートレースクイズ。伊勢崎オートレースクイズ、まああの川口オートレースクイズはやったけど、やったね。まあ伊勢崎オートレースに特化したクイズという。なるほど。うわ、ファイティングパンダ。はい、ということでいきますか。第1問、はい、伊勢崎オートレース場は何県に。あ、いや最悪だ。伊勢崎オートレース場は何県にあるんですが、何県にあるんですか。まあまあ、まあ、それストレートですよ、うん、伊勢崎オートレース場は何県にあるでしょうか。群馬県正解ね、うん、やばい。あ、分かった。いや俺もですが、ですがだと思っちゃって。ですが、伸ばしじゃないんだから、そんな1問目からですよ。やんないよな、やんないよな、はい、え、よしやめ、やると思うけど。じゃあ第2問、はい、伊勢崎オートレース場のマスコットは。はい、はい、キラットくん。まあまあ正確にはくんはいらないんだけど、キラットっていう、まあ、キャラなんだけど、ね、うん、よかった。ピーポくんみたいなくん感じでくんつけてるけど。あ、じゃあ間違った。いや、間違った。まあまあまあ、正確にはキラットだけでいいんだけど。もしかしたら女性かもしれない、ね。そうそう。別に性別ないから、あれに。ああ、そっか。ということで、1-1で。はい。はい。第3問。はい。伊勢崎オートレース場内に。伊勢崎オートレース場内にある。かっけえぞ、これ。答え。パンダ。待って、伊勢崎オートレース。まだ押してないから。まあ、押してない、押してない。続きあるよ。伊勢崎オートレース場内に併設されているキノコ。ねえ、ちょっと待って、ちょっと公園の、ねねね、公園のとこにあるキノコ。マナー悪い。マナー悪いな。クイズマナー最悪。え、キノコ。クイズマナー最悪。お手つきだから。まあまあ、しかもブブーだし。ブブー。伊勢崎オートレース場内にある、はい、まあ、もう一回読む、うん、伊勢崎オートレース場内に併設されている。あ、あ、まずもう聞くか。場外馬券売り場を何て。うわー、やべえ。あ、はい、はいはいはい、オフと伊勢崎これはあの、もしミシ答えたら、いや天才かよって。まあ併設されているぐらいでピンと来てほしかったな。いや一瞬、うん、あのなんかカインズホームかなと思っちゃった。あ、そんなん併設されてる、うん、同じ敷地内、うん、そう。あ、そ、俺は逆にそれ知らない。全然公園かと思った。あ、子供たちの。しかもパンダってさっき土橋が言ったファイティングパンダね。2対1で第4問、はい、そっか。伊勢崎オートレース場のテーマソングを歌っているファーンちょ、同時だったからじゃんけんにする。いいよ。最初はグー、じゃんけんほい、よし、あい、オッケー。ええ、アイドルじゃない。伊勢崎オートレース場で、え、伊勢崎キャッチザドリームじゃない。え、ラッコタワーでしょ。ラッコタワーか。あい、オッケーは浜松ね、うん。いや、もうコメントあれだから、コメントあれだから。いやいや、だってもう難しいです。いや、今頃もうコメントすごいことになってます。じゃあ、まあ、お前が先の下って感じだしよ。いやいや、ややこしい。じゃんけんもあれし、じゃんけんもあれし。俺が愛用権に言ったみたいになる。はい、ラッコタワーで、3対1、はい、第5問、はい、伊勢崎オートレース場内の公園にある。え、どう同時か。同時だったよ。最初グー、じゃんけんほい。え、ちょ、ファイティングパンダでしょ。ここかよ。ここです。ここかい。伊勢崎オートレース場内の公園にある動物を模した置物の名前はファイティングパンダ。いや、まあ実際はパンダなんだろうけど、あれ普通。相性だね。ファイティングパンダ。くわ。あの、ファイティングポーズを取ってるんだよね。そうだ。じゃあ俺も。え、4対 1？ クイズ始まる前に、ちょ、丸しといてほしかったな。じゃ、第1問じゃないじゃん、あれ。そうだ。第5問だから、これ。第5問。なんならお手つきだったんだよ。あ、そうだ。こっから書き問題だな。書き問題、問題、はい、第6問書き問題です、はいはい、伊勢崎オートレース場の収容人数を書いてる。うわ、まあ近い方が正解にしようか。収容人数、うん、あ、これまあ約でいいや。わかんねえな。はい、はい、どうぞ。せーの、20万人。10万人、2万人か。2万人。え、まあ近い方が正解ということでいきます。よし、まだ出してて。どうだ。正解は4万人。あ、4万人もいんの。割るで、飛ばし正解ですね。いや、まあ正解なのかこれ。5対1。え、これ割る5って書いてる。あ、じゃあ正解だわ。いえ、
20万人ってすごい。すごいぞ。東京ドームで5万人だからね。半端じゃない。多分グランド埋め尽くしても20万人入んねえよ。むずいな。はい。第7問、はい、伊勢崎オートレース場の無料駐車場台数を書いてください。うわー、いや意外とこれぐらいじゃない？はい、せーの、5000、8000。あ、いや結構ね広いんだよ伊勢崎オートの駐車場って。正解は4000。ああ、まあ俺詳しい、はい、当たる気しねー。6対1。やば。え、中日ドラゴンズ。中日ドラゴンズ。タイムリー欠乏症。フルスイングですわ。第8問、はい、群馬県伊勢崎市を漢字で書いてください。はい、伊勢崎オートレース用なんかめちゃめちゃ見てるからね、うん、文字面は。じゃあ同時にいく、はい、はい、どうぞ。ぐ、はい、待って見せて。です、一緒、あ、でも、あ、ウイシのあれか、上のやつがまたなんだ。ここがなんか丸だった気がする。丸だよな。丸な気がするんだけど、ま、ちょ、見せて。待って、俺、群、群あったか。またはねえわ。群は、群は君羊。まあ、君羊あってる、まあ、うん、群馬の伊勢崎ね。土、土で丸、下は力。力、あ、そこの違いか、うん、丸だ、丸だ。俺、力意外と間違ってるんじゃないかなと思った。正解は、出てこん、はい、飛ばし正解。下、丸ですね。下が右、ね、上、右でしょ。右丸で、下は力。いや、勢いってどう書くんだっけってなっちゃった。ああ、うん、ということで、はい、7対1ですね。はい、あ、これか、俺今阪神だな。ああ、強すぎる、うん、阪神で相手がマジ中日。どっちかって言ったら巨人とかでホームランばっかり打って、めっちゃ得点力あるみたいな、はい、ソロホームランばっかり。第9問、はい、ラッコタワーを英語で書いてください。うわぁ、伏線回収しました、これも。やばい、た、英語だぞ。ラッコって、はい、これじゃない、いきますということで、どうぞ。はい、はい、いや、俺もち、俺、え、まあ、王だな、王だ、王だ、王だ、じゃあ、正解いきます。え、俺も間違ってる可能性あるぞ。 LACCO でラッコ、はい、合ってる、はい、あ、合ってる、合って、合ってる。で、 TOWER で、あ、だよね。あ、だから飛ばし正解だ、はい、飛ばし正解だ。 V 字書くの早かったのに普通に間違えてる。普通に、しかもタワーを間違える。タワーを間違える。8対1。うわ、ラスト問題、はい、8対1ラスト問題だから、はい、最後10、あ、最後も書き、最後書き、じゃ最後10点するか。いいよ。第10問。2006年に伊勢崎オートレース場出た、レース、オートレース歴代最高配当はいくらでしょう。え、それ、え、全部近い方が勝ち。いや、もう。まあまあ、その細かく書いた方が近くなる可能性あるよね。てか、このチャンネルでやってるから、ね。やってんだよ。わからんもんねー。わからんってか、ウイシも見てるから、記憶で。絶対見てるけどね。ただの記憶の。記憶があるわっていう記憶でいくわ。めっちゃ細かくいくよ、うん、はい、めっちゃ細かい、まあ、ゼロの位までいった方がいいね。ゼロの位までいった方がいい、はい、じゃあ、どうぞ、はい、1400万。まあゼロくらいいってないじゃん。なんかね、まあ覚えてないけど1581万6300円。あ、じゃあ正解いきます、はい、1572万1720円。まあ惜しいけど、まじ1572万。すげえな、すげえなってか、やってるからフイシも知ってんだよ、うん、ということで、はい、18対1。うわ、え、逆にフイシ何取ったっけ。1問目、あの群馬県か、群馬県取ったんだよ。はい、ということで普通に勝ちましたね、もうなんか逆転できず。いや、もうベルトはお前にやるよ。一応これ、ウイシも答える俺感じで作ってんだけどな。いや、全然、うん、全然ね、よしながらもね、悪くないぜ。俺が分かんないだけ。これマジでいい勝負になる感じで、ナイントレッツ作ってんだよ。作ったつもりが、いつも。なるほどね。でもちょっと頭回ってないよね。絶対にその、うん、ラッコタワーの A と O を間違える時点で、俺意味分かんない。ということで、伊勢崎オートレーションクイズでした。また、はい、他のジョーのクイズもやりたいと思います。はい。いや、ということで、なら、
スマホを見てると漢字忘れるな。ああ、まあね。普通にな。漢字とか英語はもう使わないもんな。まあそうね、活字という文化に触れてないからね、うん、俺らね、今ね。はい。ということで、本日の動画はこちらでお会いしたいと思います。この動画が良かったら、もう一度チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。